マウンテンバイカーの磁気格好標高地形図。青は等高線。赤がホールラインの一例。自家格好とは、マウンテンバイクやスキーで斜面をトラバースするのではなく、ホールラインに従って最も直接的に加工すること。ホールラインは山や丘を最も下向きに下るラインを言う。つまり、球体などが重力下で斜面を自由に移動できる場合に加速する方向。 数学的には最大傾斜線の勾配不方向であり、等高線に垂直である。アルペンスキーにおいて自家格好はスキー板を平行に保ち、斜面をホールライン方向にまっすぐ降りていく技術。アルペンスキーに限定されないすべてのスキー運動の基本となる。緩斜面において初心者が初めに学ぶ格好技術でもある。 シャドウがきつくなり、スピードが高速になるにつれ、自家格好を維持して滑走するのは高度な技術となる。高速系種目では、両スキーの外エッジを足場として安定した自家格好を行っている。縦に降りるとも言う。板を平行にすることを二の字、またはパラレルという。初心者の磁気格好の練習時は、緩斜面の終端が平坦に近くなって、 自然に泊まれる地形を利用することが望ましいが、地形が利用できない場合はプルークによる制動を合わせて行う。また、自家格好とプルーク制動を連続して行う練習法もある。これは、昔からある実機格好習得時に合わせて行うことが多い技術と練習法の一つで、現在の全日本スキー連盟においては、プルークでの制動と格好の連続と呼称しているが、 スキー歴が長い人は、古くからの故障であるシテム・ファーレンということもある。シテムとは本来正道を意味するドイツ語であるが、板を平行から歯の字に動かす動作そのものもシテム、またはシテム動作と呼ぶ。それのファーレンであるので、自家格好に始まり、テールを開いたり閉じたりする運動となる。これにより、向かい角を調整でき、スピードコントロールにつながる。 両開きが難しい場合に肩開きを行う場合があり、その場合は肩開き、変シュテム、変性度、レの字と呼ぶ。滑走時にプルークの応用として使うこともあり、両開きが難しい場合に片側に体重をかけて雪をしりぞかせる技術で初心者レッスンシュテムの導入、山岳スキースキーパトロールなどで使われることもある。片開きなどは日本スキー協定には、 記述がないが、特にスキーパトロールにおいて、空き家ボートなどでの傷病者搬送をする際に行うことが多いため、日本スキー協定安全編中に公認スキーパトロールの滑走技術として記述されている。自家格好を習得する段階において、膝と上体を屈伸させる上下運動を習得させる方法があり、その補助として3本のストックを組み合わせてゲートを作るか、 インストラクターがストックを一本水平に持ち、その下をくぐらせて練習することがある。クローチング姿勢を主に高速滑走時に取る姿勢。アルペン競技の大回転以上の高速系で用いることが多い技術だが、緩斜面でスピードを落とさない、滑走技術としても使われるので、現在は初期段階から教えている。板は平行に肩幅か、それより若干広く開き、 足首と膝を屈曲して腰を落とし、上半身は前に倒す。腕を曲げてたたんだ状態で拳を前方に向け、手のひらを上に向けて、ストックを握り、ストックは脇から体に沿わせるように後方に出す。顔は前方を見る。自家格好か、足を左右に傾けて行うクローチングターンと呼ばれる、浅いターンが基本的な滑りとなる。クローチングは基本的に、 体勢を低くすればするほど空気抵抗が減少することが科学的に証明されており、中腰姿勢に比べて最も低いクローチング姿勢は空気抵抗が60%程度低くなる。なおかつ、最も低い姿勢でも腕をたたんだ状態に比べて腕を真下に伸ばした状態だと空気抵抗が45%程度上昇する。板を歯の字にして自家格好をする技術。 ファーレントは乗り物に乗って進むという意味のドイツ語。ハの字とは板のトップがくっついていてテールが開いているスタンスのことでこれをプルークと呼称し時に両開きや前性道あるいは単にハの字とも言うことがある。緩斜面から平らになる地形がない場合初心者は直角行に加えこれを習得する。股関節のひねりによるテールの押し出しのテクニックが 必要なので、補助としてトップを合着させるトライスキーの器具仕様やトップを手でつまみながら滑らせる方法を取ると良い。停止する時以外はあまり無駄な力を入れない方がうまく滑ることができるとされる。停止の際はスキーのテールを思いっきり開き出して踏み込み、時には膝を内側に入れてエッジを立てて止まる。慣れてくるに従ってテールを開く幅を小さくしたり、 大きくしたりすることを繰り返して、スピードに緩急をつける手法も取り入れる。プルークファーレンがうまくできない場合、特に初心者で用具に関する知識不足や劣悪な、スキー用具の使用によるケースも多いため、問題がある場合は、用具の変更やチューンアップ等での対応をも視野に入れた方が良い。ありがとうございます。